はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのはですね、こちら今ですね、どこだっけ、これか、こいつやってるじゃないですか、リーダーで。なので前回ですね、これやったんですよ、裏で。でもリクエストにもあったんですけど、これが見たいみたいなのがあったんで、はい、これでやっていきたいと思います。というわけで、よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。というわけで、イカ、いや、やっちゃいけない気がするんだけどな、勝てる気がしないけど、まあ、やっていきましょうか。やっていきます。さあやっていきましょう。どっちから置けばいいのこれまあおじはうからだと思うんで、さすがにおじはうからだと思うんだよね。で、今回トロフィーでね、リーダーが見えてないから、イカを隠して、なんだこれ、何を考えてるんだ、何が欲しいんだ、キャラは。まあ足キャラは欲しいじゃん、絶対にイカ使ってるから。で、あとは支援3枚もいらない、積んじゃう。あ、でも火力が足りないんで、相手のキャラを倒さなきゃいけないと思うんですよね。うわ、アマゾネス、アマゾネスで行ってみます。おおじはう砦じゃないな、おじはうからするとすごい嫌な砦ですね。これおじはう頑張らない砦ですね。おやつ拾っていく。さあ、ゴブ。さあ、剣士というか大砲で飛ばしていく。とりあえず取って、多くも出して。オッケー。多分悪くはないですね。おお、来た！待て、これどうすればいい？これはイカか？イカなのか？ただ、問題は、これ、レドが動いちゃうんで、この位置。ちょっと待たなきゃダメですね、一回。後ろ行くんじゃないかな？だよね。で、こうか。あ、いいね！え、待って、これ、おじはどこで出すのこれ。てか、イカ超頑張ってんじゃん。どうしたお前。あ、イカ触られちゃった。これさ、第一切り狙ってさ、第一切り狙って、ほら、あ、待って、あいつどこ行っちゃった。あ、ずれてる。第一切り狙ってさ、レドガをさ、やろうと思ったんですよ、衝撃波で。したらどっか行った、レドガ。分かったよこれ、何をすればいいか分かった気がする。見ててほしい。いや、ナメプとかじゃないんだけどさ、真面目にやるんだけど。あ、まずどっちから行くべきだこれ。取っていくよとりあえず。だってこれトロールというか、守んなきゃいけないじゃんこれ。守んなきゃダメ。攻めるべき、攻める、分かった。じゃあ最前線、おじはう攻めるべきか。攻めるべきだと把握した、理解した。いけ、詰めろ詰めろ、頑張れ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 。なんかよくわかんないけど攻めてるはず。あ、詰めて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 、そう詰めて詰めて、急がないと負けるよ。てか結構削られてね、これ大丈夫これ。大丈夫？負けたんじゃない？負けたんだけど、なんだこれ。いや、まあ諦めないよ。目指せ一生。目指せ一生。とりあえず一生できれば十分だから、目指せ一生。やばいよねこの固定。これもしさ、万が一勝ってもさ、別に夢見れないしな。じゃあやろうって思わないじゃん絶対に。行ってみる。迎撃ないからフリースペースめちゃめちゃ弱いんだけど。さあ、砦も欲しいが、撃ちましょうか。とりあえず大砲飛ばしていく。飛ばない。あー、もうきついじゃん。え、どうするこれ。まずあれでしょ。え、もうきついじゃん、何これ。
え、もう普通じゃんこれ。え、どうすんこれ。え、無理じゃん。え、もう無理じゃんこれ。あー、おじゃお死んだわ。さよならおじゃさんハウス、また会う日まで。え、もうおじゃお死んだじゃんこれ。なんかダメージ入ってんだけど。いいか、頑張れ、頼む。 OK、 いいよ。取りたい、ちょうだい取りで、お願いだよ、取りでおくれよ。取れるよ、ナイス。こんなん無理だって、もう倒して、お願い、倒したよ。あれ、ある、もしかして、もしかしてある、これ。どうこれ、これいい方法でしょ。初の、お前さりげなく取ろうとしてんじゃねえぞ、マジで。本当に相手何のキャラだっけ、ヘッジョック全部出さなかった、出さなかったっけ。もう UFO しかいないね、 UFO クレフラヘッジョック、あとなんかいた気がするわ。でもキャラいないかな。あー、できそうできそう、いきいき、これは勝てそう、いいんじゃないいいんじゃない。そ、これはいったんじゃない、さすがに。地味にこの UFO の火力痛いな、結構減るな。さすがにこれはいったでしょ。なんかさっきと同じ展開になってるんだけど、なんだこれ。まあまあまあ、相手が大型引いてなくてよかったっすね、ラッキーラッキー。さあ3戦目やっていきましょうか。3戦目ですね。いやー、1回勝ててよかった、もう十分でしょ十分でしょとか言って、もう勝てる気がしないよ。イカオジハウあって、もう多分このゲームで一番やっちゃいけない組み合わせだよね。うーん、行ってみようかな、行ってみようかど。よし、太っちょ置いたけど、相手もコラボ抜こう。うーんって感じ、同時に取り合う気がするなこれ。どうかな、取れないや。あ、取った、オッケーオッケー、取ったのはでかい。で、取ったけどさ、これどうしようもないじゃん、もう飛行無理だって、無理だもん、あれウルフとか無理だもん。で、ウルフどうやって倒すの、倒し方教えて。え、ウルフ倒すの無理じゃね。そうそう、麻痺入れてスキルと、じゃあお前スキルなかったらマジ何も始まらないよ。そう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 、それでさ、悪縁を倒してほしいなって。もう一回行くわ。あ、スキル入ってる、奇跡が起きてる、今ね、奇跡が起きてる気がする。奇跡を起こせ、おじゃ、そうそうそう、おじゃおじゃおじゃ、そう、おじゃ。なんかもうこれ不毛だな、なんだこれ。だからこれ悪に太されちゃう、まずいまずい、取られてるし、まずいよ。おい、まずいキャラが出てきたぞ、どうすんだこれ。え、てかこれどうすんの、あれ、あの、あいつ、あ、悪にどうすんのこれ。とりあえずシャーク置いたから、シャークが危ねえ、ゴムに変えるとこだった。まあ多分守りはすると思うんだけど、この先に行けないですね、さすがに。ウルフ強すぎて、金鉢ウルフ全部止まってる。しかも相手何がやばいってさ、激レアフルだったんだけどあのアークエンジェル出たばっかだけど、え、何、え、何、え、え、いつ出てきたのこいつ。
いつできたのこいつ。さあラストやっていきましょうか。ラスト全然見てなかった。剣士出されたっぽいっすね。普通によしドローかとか思って全く見てなかったわ。最後ね、カット割れてえなこれ。なんだこれ。いやもう今勝って終わりたいなって思ったんですけど、勝たなくてもいいやもうこれで勝てる勝ったか勝とうで勝てるあれじゃないな。今更かもしれないけどこれ勝とうって思って勝てるあれじゃない気がするな。えそんなことない。鳥で欲しいっちゃ欲しいけど、相手のさ一本ずれてますね。あ、ここカニ置こうかも。で、あんま置きたくないんだよな後ろにカニを。できれば取っときたいんですよね。もうおじはい置いちゃうんだからもう。さもうさ本当にさ本当にきついからさおじはをさ早く倒してもらっていい？うわもうどんだけ削られてんのシャークに。アホなの？何このキャラ。なんかいっぱい出てきた。やばいやばい、なんかいっぱい出てきた。何これ、イカ消し飛びそう。消したんだ。求むイカオジハウの勝ち方。まだある？ない。まだある？ない。いじめないでほしい。あんまりいじめないでほしい。あんまりいじめないでほしい。おい誰だイカオジハウやってほしいって言ったの。あ、歌っちゃった。誰だイカオジハウやってほしいとか言ったの。ちょっと正直に正直に思ってんだろ。イカオジハを希望した人間、ちょ正直に言いなさい。マジで二度とやらんわこんなん。マジで本当になんだこれ。二度とやらんわこんな。何が強い。マジで本当に今強いと思ってないんだろうけど、俺も強いと思ってないわ。いや分かったわ。自分もね大人なんで、まあ心広くね行きたいなと、器を大きくね行きたいなと思うんですよ。というわけで、正直にね、このね、固定をリクエストした人はコメントしてください。今ならね怒らないんで、今なら許します。はい、もうマジ二度とやんねえかなこの固定。というわけでお疲れ様でした。